日本語能力試験、懲戒 N1 これから N1 の懲戒試験を始めます。問題用紙にメモを取っても構いません。問題用紙を開けてください。問題用紙のページがないときは手を挙げてください。問題がよく見えないときも手を挙げてください。いつでもいいです。 問題1問題1では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。では練習しましょう。例女の人が 新しい製品の企画書について男の人と話しています。女の人はこの後何をしなければなりませんか課長、明日の会議の企画書見ていただけたでしょうかうん。わかりやすく出来上がってるね。あ、<laughs> ありがとうございます。ただ、実は製品の説明がちょっと弱いかなって気になってるんですが。うーん、そうだね。 でもまあ、この部分はいいかなでえー、っとこの11ページのグラフこれ随分前のだねあすみませんじゃあそのグラフは変えてあそれから会議室のパソコンやマイクの準備はできてるあそちらは大丈夫です女の人はこのあと 何をしなければなりませんか最も良いものは3番です。回答用紙の問題1の例のところを見てください。最も良いものは3番ですから、答えはこのように書きます。では、始めます。 1>, 1番、ピアノ教室の事務室で女の人と男の人が話しています。女の人はこの後まず何をしなければなりませんか。あ、主任、今森先生からお電話があったんですけど。森先生、今夏季休暇中でしょ。ええー、それが旅行に連れて行ってた先生の犬が旅先でいなくなっちゃったみたいで。えー。 必死で探してるみたいなんですけど、今のところ手がかりがなくて時間がかかりそうなので、できれば来週もお休みしたいと。それは困ったな確か森先生、今回の休みも当初生徒さんに渡してたスケジュールと違う週に変更して取ったんだよね。ご主人と休みが合わなかったとかで。ええ。それは生徒さんにお願いして、休みを一週間入れ替えてもらって、なんとか対応できたんですけど。 でも、急に休みが変わるわ、今度は伸びるわっていうんじゃ、生徒さんも困るよね。来週休みにしないで代行にするか。代わりの先生どうにかなんないそれが、時期が時期なんで、なかなか。じゃあ、帰ってきてもらえるようお願いしてみてくれるわかりました。早く見つかるといいんですけどね。そうだね。 女の人はこのあとまず何をしなければなりませんか 2>, ?2 番市役所で課長と男の職員が話しています男の職員はこのあと何をしますか林さん 中学生のホームステイの件どうなってる海外の姉妹都市から来る学生さんの。はい。先日、ホストファミリーの募集案内を市のホームページに載せたんですけど、なかなかの反響で、説明会への申し込みは予想以上です。そう。滑り出しは順調だね。でも、去年も説明会は満員だったけど、結局、受け入れまで行った過程は少なかったよね。はあ。今までは条件の説明が中心だったけど、今回は受け入れ経験者に、 体験談を話してもらったりしたらどうかな案ずるより有無が安しやってみようと思ってもらえるようにそうですね去年はどのご家庭も受け入れて良かったっておっしゃってましたしじゃあそのうちの何人かにお願いしてみてくれるはいそれから去年の説明会ではホームステイを体験した学生の写真とか手紙をパネルにして展示したけど今年はどうなのあ、それはバイトの人に頼んであります 学生にビデオメッセージを送ってもらおうって話も出てたよねええ機材の確認だけまだなんですが当日会場で流せるよう準備できていますそう男の職員はこの後何をしますか 3番大学で学生と先生が話しています学生はこの後何をしなければなりませんか先生卒論のアンケートのことなんですがああ留学生に漢字の学習について聞くんでしたねはい前回先生からいただいたコメントに沿って質問事項を見直してみたんですけどこれでよろしいでしょうかうん 内容はこれで十分だと思うけど、これすべてに回答するとなるとかなり時間がかかりそうだね。全項目自由記述にするんじゃなくて、選択肢にできる項目もあるでしょう。わかりました。あと、調査協力の承諾書は作成したあ、はい。アンケートする前に協力者から必ずサインをもらってね。そういう倫理的なことへの配慮も忘れないように。はい。あの、 承諾書先生にご確認いただくために昨日メールでお送りしたんですけどあそう確認しておくよそれから調査は協力してくれる学校に出かけてやるんだよねはいあては複数ありまして大方了承を得ています協力者の数は足りそうはいわかってると思うけど対象に偏りが生じないようにはいその点は考慮してお願いしてあります 学生はこの後、何をしなければなりませんか。四番塾を経営する会社で、社長と女の部長が話しています。女の部長は、この後まずどうしますか。 うちが経営してる塾、全部で5校あるけど、東町校の修士、目立って悪いですね。はあ、強豪校が増えてまして。何か対策が必要ですね。今やってる講義形式の授業に加えて、希望者には個別指導をすることも考えてみてはどうですかはい。それから、この業界、最近小中学生以外にも対象を広げるところが増えてますよね。例えば、 高齢者向けのパソコン教室とか。ええ。ただ、先月、近くに、市のカルチャーセンターができまして、高齢者向けの教室が開講されたんです。市が運営しているので、価格も手ごろなんですよ。そうですか。他には、就学前の幼児をターゲットにクラスを新設する手もありますね。あ、それから、授業をしてない時間帯、教室は遊んでますよね。部屋を貸し出したりできないんですか それは今借りているビルの賃貸契約に違反することになるのでそうですかじゃあまずは新しい指導形式を導入する方具体的な価格や時間数のシミュレーションをしてみてください幼児を対象にしたクラスの方は内容を詰めるのに時間がかかるだろうからおいおい考えていきましょうはい

山下さん中野電機さんから追加で受注した携帯電話のケースだけど500個もう海外工場に製造頼んだ中野電機さんできるだけ早く納品してほしいってことだったけどはい海外工場から中野電機さんに直接送るよう手配してあります来週半ばには納品できる予定ですそう工場から直送にしたんだいつもは一旦こっちに届くようにしてるよねええ ただ今回は急ぎってことだったんで以前他のメーカーさんに海外工場からバッテリーを直送したら税関で止められたことがあったでしょああ<ー>あの時は先方の担当者が税関に行かなくちゃならなくなってずいぶん迷惑かけたよね同じようなことになるとまずいし一旦こっちで受け取った方が安心だと思うけど今まで携帯電話のケースを税関で止められたことはありませんがうん でも、書類に不備があったり万が一ってこともあるわけだしやっぱり安全策を取っといた方がいいと思うわかりました。男の人はこのあとまず何をしなければなりませんか 6番会社で女の人と男の人が社内の広報誌について話しています男の人はこの後まず何をしますか山田さん次の広報誌特集の企画は山田さんが担当でしたよねはい特集はまず恒例の新入社員による新人レポートそれから会社近辺のおすすめの飲食店を紹介するお店紹介の日本立てで行こうと思っています 実は新人レポートは新人ばかりを取り上げすぎだっていう意見があったので思い切ってカットしてしまってもいいと思ってるんですそうですかでしたら新人レポートの代わりに「郷土自慢」と題した企画はどうでしょう地方出身の社員にインタビューして地元の名所を紹介してもらうんです地方出身者結構いるんですよなるほどそれはいいですねでもお店や観光のことばかりじゃねえ 社内市って部署間の情報共有や相互理解の促進っていう役割もあるんですよ。二つの企画のうち、どちらか一つは違うものにしましょう。はあ。そうね。お店の紹介は前もやったことあるから、今回はやめましょう。今営業部で大きいプロジェクトが始動したところでしょ営業部の人にそれについて話を聞くっていうのはどうかなはい。目星人がいるので、私当たってみます。 もう一つの方進めておいてくださいねわかりました男の人はこの後まず何をしますか問題2問題2では まず、質問を聞いてください。その後、問題用紙の選択肢を読んでください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では、練習しましょう。 例大学で男の学生と女の学生が話しています。この男の学生は先生がどうして怒ったと言っていますか あ、はあ、先生を怒らせちゃったみたいなんだよね。困ったなあ。えどうしたのうん。いや、それがね。先生に頼まれた資料、昨日までに渡さなくちゃいけなかったんだけど、いろいろあって渡せなくて。えそれで怒られちゃったのうん。いや、それで怒られたっていうより、一昨日授業の後、飲み会があってね。で、ついそれを持ってっちゃったんだけど、 飲みすぎて寝ちゃって忘れてきちゃったんだよねえっじゃなくしちゃったわけいや出てはきたんだけどねうん先生がなんでそんな大事な資料を飲み会なんかに持っていくんだってまあそりゃそうよねこの男の学生は先生がどうして怒ったと言っていますか 最も良いものは3番です。回答用紙の問題2の例のところを見てください。最も良いものは3番ですから、答えはこのように書きます。では、始めます。1番 1> テレビで脚本家が話しています。 この脚本家はドラマの脚本を書くとき何を大切にしていると言っていますか ドラマを書くとき、多くの脚本家は感動的な場面を盛り込むとか、話の筋を練ることが一番大事だろうと考えるんですね。でも、ストーリーの展開とか感動的な場面って、ある程度パターンが限られてるんですよね。むしろ主人公の成長をつぶさに描いたり、周りの人が持つ意外な一面などを丁寧に描写する方が魅力的になるんで、僕の場合、そのあたりにこだわるようにしています。 ドラマの多様性を考えると非現実的な設定の脚本にするという方法もありますがこれについては日常的なものを求める視聴者もいるので一概にどちらがいいとは言えませんね。この脚本家はドラマの脚本を書く時何を大切にしていると言っていますか 2番男の人と女の人が話しています女の人が相撲を見に行く一番の理由は何ですか 鈴木さん最近相撲を見に行ってるそうですねそうなの見終わるとなんだかスカッとしてるのスポーツっていいねえそんなこと言ってこの間僕がサッカー観戦に誘った時はルールがややこしいとかなんとか言って断ったじゃないですかあ、ごめんだって相撲はルールがわかりやすいじゃない誰にだってわかるから楽しいのよそれに相撲って長い歴史もあるし たまには日本の伝統に触れてみたいなって思ってね確かに他のスポーツと比べて独特の雰囲気ありますよね着物を着て観戦してる人も多いしそうねどの力士も集中して懸命にぶつかり合ってて見てるだけでいつの間にか気分もすっきり嫌なことも全部忘れちゃってるのなんだかんだ理由つけてみても相撲観戦の一番の理由はやっぱりこれかな あそういえば最近女性にも人気があるかっこいい力士多いそうじゃないですか気になる力士とかはいないんですかうん特にこの人っていうのはねそれよりどのの取り組みからも目が離せないのよね女の人が相撲を見に行く一番の理由は何ですか 3番食品会社で女の人と男の人が社内試験についいてて話しています男の人は会社がこの試験を行う目的は何だと言っていますか 先輩、来年から食の社内テストっていう試験が始まるって聞いたんですけど、詳しいことをご存知ですかああ、うちの会社で扱ってるレトルト食品の栄養面や安全性なんかの知識を問う試験だよ。あ、そうなんですか。私の周りでは昇進に関わるっていう噂も流れてますけど。うん。その試験は、例えば取引先でうちの商品を説明するときなんかに役立つように、 商品について勉強して知識を身につけてもらうために開発されたんだよけどまあ社員からすれば昇進を決める際の参考にするのかなって考えてもおかしくないねプロジェクトの人材を選ぶ際の参考にするとかそんなことまで想像している人もいるみたいですなるほどね個人的には試験勉強の過程で料理や食材への関心が増して仕事が面白いと感じる人が増えればいいなって思うけどね,ああそうですね 男の人は、会社がこの試験を行う目的は何だと言っていますか四番喫茶店で店長と女の店員が店のポスターについて話しています。 ポスターにどのような情報を載せることにしましたか木村さん 今度この商店街に入っている店が各自でポスターを作って自分の店の良さを紹介することになったんだけど、うちはどんな内容にすればいいと思う内容はお任せってことらしいんだけど。ああ、それ聞きました。人が大勢集まる場所に各店舗のポスターを貼って商店街全体の活性化を図ろうってことみたいですね。うーん、もうすぐ夏ですし、 夏限定のメニューを大々的にアピールするのはどうですか夏は喫茶店に涼みに来るお客さんも多いですし。季節のメニューは他の店でも出してるから若干インパクトに欠けるよね。ランチタイムの割引も、まあ、どこの店でも同じようなことやってるからな。あ、常連さんからはよく、この店は落ち着くって言われるんですけど、アンティークの家具や食器を置いたりして懐かしい感じのインテリアにしてるからですかね。 それもあると思うけど、やっぱり接客かな。うちは店員とも気楽に話せて、ほっとできるところが売りでもあるから。それなら、この際働く人にスポットを当ててみるっていうのはどうですか写真やキャッチコピーなんかから親しみを感じて、足を運んでくれるお客さんが増えるかもしれませんし。そうだね。じゃあ、その線で行くか。もし第2弾があったら、アンティークの家具とか、インテリアを全面に出してもいいよね。 そうですねポスターにどのような情報を載せることにしましたか5番テレビで アナウンサーと大学長はこの大学で海外への留学希望者が今も減少している一番の理由は何だと言っていますか 今日は、山川大学の学長、渡辺さんにおいでいただいています。最近、海外への留学者数が減少しているとのことですが、先生の大学でも同様の傾向が見られるのでしょうか。そうですね。少子化で学生の数自体が減少している中、幸いにも私どもの大学では学生数は増加しています。が、それにもかかわらず、留学を希望する学生は減っているんです。 その原因については、どのようにお考えですか在学中に留学すると、その分、就職のための活動を始めるのが遅くなってしまうかもしれない。そう考える学生が多いんでしょうかええ、確かに。私どもの大学でも、留学することで、就職への影響が出ることを心配する学生が多かったのは事実ですが、早い時期に留学するよう指導することで、この問題は解決できています。はい。 今の若者はよく生活環境が変わるのを嫌がってあまり外に出て行こうとしないと言われますよね。ところが実際に聞いてみると経済的に余裕さえあればぜひ行ってみたいと言うんです。金銭面での不安が大きいようですね。そうなんですか。今後私どもの大学でも留学者向けの奨学金を拡充する予定ですが、他の様々な支援制度も紹介し、 学長はこの大学で海外への留学希望者が今も減少している一番の理由は何だと言っていますか 6番ラジオでアナウンサーがある家具職人について話していますこの職人が今回賞を受賞した理由は何ですか 緑市在住の家具職人山田徹さんが今年度の市民賞を受賞しました。山田さんは杉、檜など地元の木材の良さを巧みに生かしつつ独創的なデザインにこだわった作品が海外でも人気を博している職人。この度は制作の傍ら地元で後継者の育成に努めてきたことが認められての受賞です。活動の場を海外へ移そうと考えている弟子もいるそうで山田さんは 彼らには日本の家具作りの技術を世界に広めていってほしいと熱く語っていましたこの職人が今回賞を受賞した理由は何ですか 7番テレビでアナウンサーと電機メーカーの社員が話しています新しいエアコンは以前のエアコンと比べてどう変わったと言っていますか 今日はグリーン電気広報の高橋さんに先月発売された新型のエアコンについてお話を伺います高橋さん新しいエアコン人気のようですねはいおかげさまで好評をいただいております旧モデルから売りにしている大きな部屋でも隅々まで素早く冷やすパワーはそのままに時間あたりの消費電力を従来の3分の2に抑えたところこれが節約意識の高いお客様の心をがっちりつかんだようです 昨年は外から携帯電話で電源を入れられる機能など最新の機能を詰め込んだモデルを発表しましたが今回はあえて目新しい機能は盛り込んでいませんとはいえ空気中のほこりや匂いを除去する空気清浄機能など従来から好評な機能は搭載されているので快適に使っていただけます新しいエアコンは以前のエアコンと比べて どう変わったと言っていますか。問題三。問題三では。問題用紙に。何も印刷されていません。この問題は。 全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では練習しましょう。 例女の人が男の人に映画の感想を聞いていますこの間話ししてたた映画見に行ったんでしょどうだったうんすごく豪華だった衣装だけじゃなくて景色も全て画面の隅々までとにかく綺麗だったよでもストーリーがなあ主人公の気持ちになって一緒にドキドキして見られたらもっと良かったんだけど。 ちょっと単調でそこまでじゃなかったな娯楽映画としては十分楽しめると思うけどね。男の人は映画についてどう思っていますか一、<S 1> 1 <S 映像も美しく話も面白い。二、<2 S 2> 映像は美しいが話は単調だ。 三、映像も良くないし、話も単調だ。四、映像は良くないが、話は面白い。最も良いものは2番です。回答用紙の本題3の例のところを見てください。最も良いものは2番ですから、答えはこのように書きます。 では始めます一番女の学生と男の学生が話していますねえ中山くん大学の近くの一軒家に住んでるんだってね実家じゃなかったよねうん石田さんっていう人のところなんだけどね異世代法務者やって言って 一人暮らしのお年寄りが学生向けに部屋を安く提供してくれてるんだ。いわゆる下宿だね。へえ。お年寄りのところに下宿ってどんな感じうーん。生活リズムが違うし、お風呂に入る時間が遅いとか、電気はこまめに消してほしいとか、いろいろうるさく注意されることもあるけど。へえ<ー>。でも、石田さん、刺身で博学だから、いろんなこと知ってて、話聞いてると気がついたら深夜になってるってこともあるんだ。退屈しないよ。 うーん、私だったら他人と生活するのは気を使っちゃうなまあそれなりにねでも石田さんにしても他人の僕が入ってきたわけだしお互い様だからそっか男の学生は今住んでいる家での生活についてどう思っていますか1 気を使ってばかりで居心地が良くない。2, 2気を使うこともあるが悪くはない。3気を使うこともなく満足している。4気を使うことはないが退屈だ。 テテレビでスポーーーツコメンテーターが話していますプロのスポーツ選手は日頃からバランスのよい食事を意識し並々ならぬ努力とトレーニングを重ねることで強くしなやかな肉体を手に入れていますが中でもトップクラスの選手は肉体面に加えここぞという緊迫した場面で平静を保つことができる強さを持っています。観客がを飲んでで見守るような場面でも 動じることなく本来の力が発揮できる内面の強さ。試合で良い結果を出すには、この点に特化したトレーニングが不可欠です。これは試合の結果を大きく左右する要素だと言えるでしょう。スポーツコメンテーターは主に何について話していますか一日々の食事内容が試合に与える影響 2強くしなやかな体の作り方3精神力を養うことの重要性4緊張を解くためのトレーニング方法 3番「会社で社で長が話しています我が社は加工食品メーカーとして開業以来お客様に喜んでいただける商品作りに取り組んでいますがさらに広く多くの方に我が社の味を知っていただくため海外に進出する構想を長年持ち続けてきました」「一時期業績が振るわず実現が危ぶまれたこともありましたがようやく来年度 海外工場建設に着手できる見込みとなりました。現地での人員の確保や教育販路の新規開拓など課題は山積していますが現地工場でも品質を損なうことのないようこれまで通り質の高い商品を生産し販売していきたいと思います社長は主に何について話していますか 1, 1. 新たに展開する海外事業。2. 2質の高い商品の開発。3. 来年度発売する新商品。4. 来年度の業績見込み。 4番。ラジオで女の人が話しています。皆さんは、日々の生活の中で頑張っていることはありますか勉強や仕事、あるいは貯金など、様々だと思います。何事も高い目標を掲げ、諦めることなく、それに向かって努力すれば、それだけ自分に返ってくるものも大きいのは確かです。反面、過度に行うと視野が狭くなったり、 バランスを崩すこともあります。例えば、貯金するために日々頑張って節約をしているという方がいらっしゃるかもしれませんが、行き過ぎると周りから、ケチで付き合いにくい人だと思われてしまうこともあります。このような点を考慮しつつ、目標に向かって頑張ることで、より良い生活が送れるのだと思います。 女の人が言いたいたことは何ですか 1, 1何をやるにも全力で取り組むべきだ 2, 2何をやるにも目標を高めにした方がいい3何をやるにも行き過ぎないことが大切だ4 何をやるにも諦めが肝心だ。五番テレビでコメンテーターが国立公園について話しています。国立公園に指定されている桜高原が、今危機に直面しています。これまで、 自然保護の観点から地元の西山市によって立ち入り人数や時間の規制がなされてきましたがその制約の厳しさから訪れる人が激減しそれによって地元の人々の関心までもが薄れてきているのです桜高原ではこれまで地元の非営利団体がボランティアを募って清掃活動を行うなど積極的に保護活動に取り組んできましたがここ数年は人が集まらず 以前のよううななな活動がでできなくなっているそうです。保護か公開か二者択一ではなく何のための公開かその目的を再確認し管理運営の在り方を見直すことが急務ではないでしょうか自治体の対応が期待されますコメンテーターが言いたいことは何ですか1 訪れる人を増やすために宣伝をするべきだ。2>, 2、現在の規制内容を再考するべきだ。3、自然保護の規制を厳格にするべきだ。4、自然保護活動は自治体に任せるべきだ。 6番テレビで労働問題の専門家が話しています働く人にとって労働時間と日常生活のバランスを保つことは大切でこれは健康維持にも不可欠ですが現実はなかなか思うようにいかないようですそこで政府は有給休暇の取得を促進する方針を打ち出しました有給の取得率は恒常的に低く推移していて ここを何とかすることが現状の改善に向けた大きな一歩だと考えているからです。とはいえ、長年続いてきた働き方の習慣を変えるのは容易なことではありません。政府は事業者に対して一斉休業日を設けることや、従業員に一年間の休暇取得計画を提出させることを奨励しています。専門家は 主に何について話していますか 1, 1. 労働時間と健康の関係 2. 2働く人の健康意識を高める方法 3. 有給休暇の取得率の変化 4. 有給休暇の取得率を上げる政府の取り組み 問題4問題4では問題用紙に何も印刷されていません。まず文を聞いてください。それからそれに対する返事を聞いて1から3の中から最も良いものを1つ選んでください。では練習しましょう。 あああ,あ今日はお客さんからの苦情が多くて仕事にならなかったよ。1いい仕事できてよかったね。<S 2, 2 <S 仕事なくて大変だったね。3, 3お疲れ様ゆっくり休んで。最も良いものは3番です。 解答用紙の問題4の例のところを見てください。最も良いものは3番ですから、答えはこのように書きます。では、始めます。1番。鈴木くん、このケーキ食べてみて。これ、砂糖を一切使わずに作ったんだよ。 たくさん入れたんだ甘すぎないえ砂糖と他に何入れたのえっ全く入ってないの 2> 2番加藤さん この前加藤さんが考えてくれたポスターのデザイン、もう少しなんとかならないかな。1。1> どのあたりが気になりますか 2>, ?2。じゃあ少し多めに印刷しておきます。3。気に入っていただけてよかったです。 3番、本田さんサークルの来年度の部長本田さんに引き受けてもらえたらって思うんだけど1あ私でよければ是非やらせてください 2, 2一度やってみたかったんですが仕方ないです 3, 3私の代わりにやってくださるんですか 4番お客様こちら従業員専用のエレベーターでご利用はご遠慮いただいております 1> 1あどうぞ遠慮なさらずお使いくださいではお言葉に甘えて気が付かなかったものですからすみません。 5番。今回の山下監督の新しい映画なんだかパッとしなかったよじゃあ見るのやめとこうかなふん評判がいいわけだ 3> 3え映画公開されなかったの 6番今日のイベント来場者数が心配されたけど前回を上回って何よりだったね。1あれだけ集まってもまだ足りませんか 2, ?2 思ってた以上に好評でほっとしました。3, 3確かにもう少し来てほしかったですね。 7番最近先輩とどうもぎくしゃくしてて先輩体調崩してたんだやっと仲直りできたんだね 3> 3なんか思い当たることないの 8番、小川さん、今回の取引先との交渉、小川さん一人で進めたいってことだけど、僕はどうかと思うよ。1、1> あの、一人でやるべきだとお考えですか 2>, 2、はい、では早速話を進めることにします。3、やはり私一人じゃ無理でしょうか 番営業部の吉田さん今日もまた遅刻したんだって部長が怒るのもわからなくもないなああそれで怒らなかったのか最近続いてるようだし無理もないよね 3> 3なんで部長の気持ちわかんないの 10番昨日誘ってくれた週末のバーベキュー、行きたいのは山々なんだけど。1もちろん来てもらって構わないよ。2, 2え、何か予定でもあるの ?3, 3たまに外で食べるのもいいね。 11番ねえ田中さん、先月の営業成績がいまいちだったからってくよくよしたって始まらないよ 1> 1うん落ち込んでてもしょうがないよね成績が良かったなんて誰も思ってないよなんだまだ始まってなかったんだ。 12番明日提出する経営学のレポートできたことはできたんだけどなんだかね1自信ありそうじゃない 2, 2まだ納得いかないの 3, 3うーんうまくまとまったんだね 13番木村さん無断で欠勤するなんて非常識にも程があるんじゃない ?1, 1そう言っていただけて気持ちが落ち着きました 2, 2今回だけは許していただけるんですね3はい弁解の余地もございません 14番。佐藤さん、あのデータ処理、佐藤さんが手を貸してくれなければ、昨日徹夜しても終わらなかったよ。1>, 1。また何かあればおっしゃってください。2。2> 徹夜したのに終わらなかったんですか。3。少しでもお手伝いしたかったんですが。 問題5問題5では長めの話を聞きます。この問題には練習はありません。問題用紙にメモを取っても構いません。1番2番問題用紙に何も印刷されていません。まず話を聞いてください。それから 質問と選択肢を聞いて1から4の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは始めます1番大学で 男の学生と女の学生が話しています先輩今学期の選択科目何取ろうか考えてるんですけどあと一つ決められなくて今ちょっといいですかうん林くん専攻は世界史だったよねはいでも経済か経営の視点から今の世界を見られるような授業を取りたいなと思ってるんですなるべく人数が少ないクラスがいいんですが これ、選択できる科目の一覧なんですけど、いくつか候補に丸を受けてあります。見せて。ああ、この経済入門って授業ね、去年受けたけど、少人数だったし、その時ニュースになってた世界経済のトピックを取り上げてくれて面白かった。それから、経済学概論は、現代経済を理解するための基礎がしっかり学べるクラスだよ。質問がビシバシ飛んできて緊張するけど、 ためになってよかったな。大教室でやる授業なんだけどね。そうですか。あと、経営学ね。普通、経営学っていうと実践的な内容を扱う授業が多いんだけど、この先生は理論好きなんだよね。話が上手で全然退屈しないって評判いいし、去年は学生の数も少なかったよ。それから、西洋経済史 これは毎年人気があって少人数ってわけじゃないと思うけど近世ヨーロッパの経済のことが分かって林くんの専門にも近そうだしいいんじゃないそうですね専門に近いのは魅力ですけど人数はやっぱり少ない方がいいし理論が中心の授業より生の題材から経済を学べるのがいいですね。これにししまます。ありがとうございました。 男の学生はどの授業を受けますか 1, ?1 経済入門 2, 2経済学概論3経営学4西洋経済史 2番 2> スーパーで店長と店員2人が話しています2人も気づいていると思うけど近所に競合店ができてからうちの店の業績がイマイチなんだよねあちらでは家族向けのイベントに力を入れてますねうちも対抗して何か家族で楽しめるイベントを企画しましょうようーんうちは単身者をターゲットにした店だし 会社帰りに立ち寄る人も多いので営業時間を延長するというのはどうですか遅くまで空いているとありがたいという人は多いと思います。なるほどね。じゃあ一人暮らしの高齢者向けに例えば配達サービスをしたり何か高齢者が集まれるようなイベントを企画したりするのはどうでしょうあ、はあ、高齢者か。あっちは容量の多い商品を充実させて家族向けを売りにしているようですから。 こっちはこれまで通り単身者をターゲットにして少量の総菜の品揃えを充実させるのはどうですか野菜や肉の少量パックなんかも増やして。なるほど。それは高齢者にもニーズがありそうだね。営業時間を延長してもコストに見合う売り上げが確保できるとは限らないし、よそに追従しても勝てないような気がするし、共存するには住み分けというのが大切かな。 将来的には配達サービスなんかも考えないといけないかもね。スーパーでは、これからどうすることにしましたか。一。<1 S 2> 家族向けのイベントを企画する。二。<2 S 2> 営業時間を伸ばす。三。 配達サービスをする。四。量の少ない商品を増やす。三番。まず、話を聞いてください。 それから2つの質問を聞いて、それぞれ問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。3番テレビで動物をテーマにした本を紹介しています。 今日は動物をテーマにした本の中からおすすめの本を4冊ご紹介しますまず1冊目は「みんなの好きな動物」子どもたちに人気の高い動物の表情を写真に収めた本ですアップで見る動物の目や鼻は大迫力で毛の生え方まで見ることができます2冊目はいろんな動物仕掛けのある絵本でページをめくると動物の絵が動き出します 馬が駆けたり、猿が木をよじ登ったり、本当に不思議です。子供も大人も楽しめる一冊です。三冊目は、自然の物語。大自然に生きる野生動物の写真集です。写真家が半生をかけ、地球を飛び回って撮った写真、約500枚が掲載されています。そして最後の四冊目は、熊と私。森に住む獣医と、

動くものの方が好きかもああ確かに絵が飛び出す本とか触って遊べる方がいいかもなじゃあ買ってくるよねえ私も欲しくなっちゃった世界中の野生動物が見られるっていうさっきの本すごくない一緒に買ってきてうんでも動物のお医者さんの話の方が君の好みじゃないうーん今はゆっくり読んでる余裕ないからそっかわかった 質問1 2人はたかしくんにどの本を選びましたか質問と男の人は女の人にどの本を買ってくることになりましたか これで、懲戒試験を終わります。